野田工業は日本の脚本家。時系は日本画家の野田久はじめ、娘は脚本家の立原龍、その夫は同じく脚本家の山内久志。また、幕末の漢学者、野田笛浦は祖父にあたる。税管理の子として北海道函館市に生まれ、長崎県名古屋市で育つ。愛知市中、早稲田大学英文科を卒業後、映画雑誌記者。 東京市職員を経て、1924年に、小竹蒲田撮影所に入所。以後、蒲田及び移転した大船撮影所で、現代劇の中心的脚本家として活躍し、小一民の生活を味わい深く描いた、いわゆる大船町の代表的存在となる。小津安二郎、伏見明、清水博士、野田高後マイナス1928島津安二郎。 ご所平之介監督などの作品で、数々の名作を生み出したほか、小津安次郎監督とも諸女作、残悔のハイライツながりが深く、その夜の妻、足に触った幸運、東京の合唱などの脚色を担当した。なお、小津とは、私生活でも信仰が深く、その後も講師に渡って良きパートナーとなる。また、野村広正監督と組んだ、愛前勝ツは、 空前の大ヒットとなり、工業収入でも当時の記録を更新した。さらに書内では、脚本部長も長く務め、所長の木戸志郎の古文的存在でもあった。1946年にフリーとなるが、やはり、小津安二郎作品で最大の持ち味を発揮し、小津との共作という形で、晩春から小津の遺作となった、三馬の味までの全作品を手掛け、高度に洗練された。 ホームドラマの親として尊敬を集めた。また、1950年にシナリオ作家協会が設立されると初代会長を務めたほか、更新の指導にも尽力した。著書にシナリオ構造論がある。1951年長野県知野市の立品に山荘を開く。山が雲を呼び、雲が人を呼ぶと願いを込め、雲こ僧と名付ける。 1957年以降は、小津谷二郎との仕事場となる。1961年に、芸術戦消門部大臣賞。1967年に、訓四等局実賞受賞を受ける。翌1968年に、立品の山荘で、心筋拘束のため死去。74歳没。なお、津谷には女優を事実上引退し公的な場所から、 姿を消した原節子が訪れている。1990年、新、蜘蛛古野田交吾記念立て品シナリオ研究所がオープンする。蜘蛛古に残された様々な資料を保管、公開している。ありがとうございます。